はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。まあ、見る記号で書きますとね、この論理のロジックが逆転したりしますので、なかなかピンとこなかったりするわけです。まあ、このように書けばですよね。まあ、本当にこれで正しいのかどうかっていうのは、テストベンチでテストしてみるのがまあ一番いいわけなんですね。まあ、こちらがそのテストベンチです。まあ、テストされる IC はこれですね。AND5N3 ですね。ちょっと拡大してみますね。まあ、このような形でこちらにですね、バイナリーカウンターを置きました。このシスクロック、シスクリアはインクルードされたロジック用の共通ファイルで自動的に定義されていますので、ここにはコンスタントクロックと、ここはシミュレーションの開始に1クロック分だけクリア信号が出ています。まあ、そうしますとですね、この CE がハイレベルなので、このカウンターはシミュレーション開始と同時にカウントアップするわけですね。そしてこの5つの入力が順番に変わっていった時に、ここの論理が一致する時だけ Q はハイになって、 Q バーはローになるということが確認できるわけですよね。早速やってみたいと思います。こんな風に出てきましたですね。ここに Q と Q バーが出てきました。これここの部分ちょっと見てみましょうかね。この一番下が A なんですね。この A が0、B が1、C が0、D が1、E が0。つまりここですね。この上から0、1、0、1、0。この組み合わせになるのはこの間ではここしかないわけなんですね。ですからその時に Q はそのままハイになりますし、 Q バーはローになります。これ普段アナログで見てるこのグラフなんですけども、この一つのペインの中にまるでロジックアナライザーのようにこういうふうに分かれて出ている、この方法も後でご紹介したいと思います。まあ、というようにですね、こういうテストベンチを使ってロジックが正しく動いているかどうかを確認したわけなんです。このテストベンチのためのクロックとか、あるいはグローバルの宣言とか、まあ、これは考え方を決めましたのでね、みんな共通になるので、このファイルの中に定義を集めています。そして可変が必要なものだけ外に出して、このファイルをインクルードすることによってですね、細々としたたくさんの定義をですね、この中で一括で済ましてしまおうという、そういうわけなんですね。この手法もこの後でまたご紹介したいと思います。さて、先ほどのシートに戻って、次にこちらの OR5N3 を解説していきたいと思います。それではこちらの OR5N3 を説明したいと思います。まあ、不論理の入力がありますのでね、中のロジックとしては AND ゲートを使います。まあ、同じく入力ピンは上から ABCDE というふうになっています。そして出力は先ほどと同じように、セロンリがフロンリ、フロンリがセロンリというふうな形で逆転します。この入力が逆転するからですね。まあ、そしてこの A のラインは先ほどと同じようにフロンリの入力になっていますので、通常もし接続されてない時プルアップが必要ですので、このような形でプルアップでコアハイにプルアップします。同様に C も E もそうですね。フロンリの入力 ACE はプルアップになるわけです。まあ、逆にですね、B でを未使用の時にはこれはプルダウンされてなきゃいけないので、こちらの方でプルダウンしています。まあ、いずれも10面オームというふうな高抵抗で行っています。これも正しく動いているかどうかはベンチを作って動かすことで確認できます。これがそのベンチです。先ほどの AND と同じですね。まあ、ここの部分全く同じです。ただここにロジックを置き換えただけの話ですね。まあ、それではシミュレーションしてみましょう。このような結果になりましたですね。下から
A、B、C、D、E なんですけども、A が1、B が0、C が1、D が0、E が1ということになってますね。まあ、そしてこちらが、不論理、セロン理、不論理、セロン理、不論理となっているわけなんですけども、これは全部 OR ですから、この入力全部がホルスの時にこの Q がホルスになるっていうふうなことになるわけですから、このフロンリの入力のホルスっていうのは1なわけですから1ですね。でセロンリのホルスっていうのは0なわけですからここが0です。同様に101ってなりますと全部の入力がホルスになりますので、ここの Q の出力がローになるわけですね。ここですね、ここでローになっています。まあ、それ以外ではどれかがツルになっているので全部1になっているわけですね。逆にこのアウト Q バーはその全く逆の出力というふうな関係にあるわけです。これでフロンリーセロンリーミックスのオアゲートはうまく確認が取れました。次はこちらのマーク、バッファーなんですけどもね、出力がオープンコレクター、あるいは最近はオープンドレインというふうに呼びますでしょうか。つまり肺を駆動しないシンクだけの出力ということですよね。こちらもロジックを見てみたいと思います。まあ、このような形で作っています。まあ、普通のバッファーのシンボルをここに置いているわけなんですけども、まあ、一つだけここに定義パラメーターがあります。これは何かと言いますと、このバッファーの出力抵抗ですね、シリーズの出力抵抗を R ハイというふうなことで1テラというふうに書いています。この R ハイっていうのは出力の抵抗なんですけども、ハイ側を駆動する方の出力の抵抗ですね。ロー側をシンクするための出力の抵抗は R ローというふうなシンボルがあります。つまりこう書きますとですね、引き込みは従来通り、吐き出しはこの1テラの抵抗が入りますよっていうふうなことになるわけですね。それはつまりほとんど出力がないということで、まあ、オープンコレクターをこれで模倣しようとしているわけですね。まあ、ある意味正式なオープンコレクターではないんですけども、他のロジックの出力が十分出力インピーダンスが低いので、まあ、こういうふうにすることで十分オープンコレクターと同じ役割をするわけですね。まあ、それで外からプルアップがない限りはここは弱くプルダウンしているわけですね。ここの10メグでプルダウンしています。もし出力に何も信号がつながってなければ、この入力がどんな信号が入ってもここはほぼゼロレベルだということになるわけです。まあ、早速テストしてみましょうか。これがテストの回路ですね。まあ、こちらのカウンターは先ほどと同じです。そしてここに90と94だけを取りました。まあ、90の後12があるんですけども、飛んで4を取り出してきて、そして先ほどのオープンコレクタのシンボル2つ置きました。まあ、まずはシミュレーションしてみましょう。まあ、こんな風な結果が出ましたですけどね、まずここのバッファー Q、 それはここですね、このオレンジのやつですね。そしてこの N バッファー Q、 これはこちらの黄色いやつですね。まあ、そしてここに90、この茶色が90なんですけれども、そしてこの赤いのが94があります。これ見ますとですね、ここまるでアンドゲートのように切り取られていますよね。ここをワイヤードされているわけなんですね。そしてプルアップをされているわけです。これは何が起きているかというと、この94の信号がローの場合、この出力はそのままローです。そうするとこのプルアップから供給されているハイレベルはこちらを通じて全部ローに落とされるわけですね。それがこちらのローになっている区間です。そしてここがハイになりますとね、ここはオープンドレインですから、まあ、開放になるわけですよね。そうしますとこちらのロジックの方が1010してますのでね、この1010の形がそのまま上に出てくるわけなんですね。もう一つこちらの N バッファー Q の信号は
同じく90から出てますのでね、本来ここ信号出ててほしいんですけども、説明しましたようにオープンコレクターは信号を出力することはできませんので、ずっとローレベルのままなんですね。ここ見るとなんかハイレベルのように見れますけど、これは実はここのローレベルなんですね。まあ、ここに一つ上のチャンネルにハイレベルを置きました。そこ 4V になってるんですけどね、この黄色のハイレベルはこの辺にあるわけですね。まあ、ここずっとローレベルと、まあ、そういうわけですね。それでこの3つのシンボルの中身の説明が終わりました。まあ、このようにシンボルとリンクするわけなんですけども、ではこのシンボルはどうやって作りましょうかというふうな、そんな話になっていくわけですね。シンボルも随分たくさん作ってきましたけども、まあ、こんな風に R がついたりとかいろいろあるとなかなか面倒なんですね。まあ、そこでこのシンボルを作るんですけども、その前に別のシンボルからコピーをするという、まあ、そういうやり方でやっていきたいと思うんですね。その最初になるのは、まあ、こちらと一緒ですけども、このオリジナルのシンボルです。これを右クリックしまして、シンボルをオープンします。こういうふうにオープンできましたですね。そしてそれをすぐさまセーブアズで自分の作業エリアにですね、先ほどのシートと同じ名前で保存するわけですよね。ファイル、セーブアズ、ここでカレントの自分のホルダーに行くわけですね。保存する名称は and5n3 ということになります。これで保存します。保存しましたら、次にこの先ほどの回路図からこのヒエラルキーのところにオープンシンボルっていうのがありますので、これでクリックして、まあ、開きますと先ほど開いたものがまあ出てくるわけですね。シンボルのファイル名称と回路図のファイル名称が同じなので、これでリンクが取れたわけですね。まあ、それではまずですね、ここのアトリビュートを先に変えてしまいましょう。こちらクリックしてエディットアトリビュート、まあ、こんな風になっているわけなんですけども、まずこの A を取ります。階層シートの場合はここブランクなんですね。ここもブランクです。これで OK ですね。で、次にこのバリューはいらないので、ハサミマークを使って消してしまいます。で、さらにですね、ここにですねロジックの名前をテキストで書いておいた方が便利なので、クリックをしまして、ドローからテキスト、まあ、そして and5n3 というふうな形で書きましたら、これをですねこの辺に置きます。この辺ですね。そしてこのインスタンスネームのところもですね、この辺の位置まで上げちゃいましょうか。まあ、これで準備ができましたですね。まあ、こちらのノード点をこちらに一つ寄せようということで、この手の握ったマークで一つ一つこういうふうに選んでこう寄せるわけですね。次にここに丸の印を置くわけなんですけども、これをコピーしていきたいと思います。一遍この邪魔なノードを寄せましてね、そしてコピーのマークにして、これをこういうふうにコピーしてここにペーストと、また同じくコピーでここを選んでここにコピーを置きますと、全部置きましたら、まあ、こちらを戻しまして、それでピン番号を確認してみましょうね。右クリックをするとピン名称 A で1番、そして次名称 B で2番というふうな形で ABC で E というふうなところまで確認をします。次はですね、ここですね、ここ Q の出力、そしてこちらが9バーの出力ですね。はい、階層シートの場合は階層と上のシートはこちらのシンボルの名前でつながるようなんですね。
こちらにこういうふうにして番号がこう出てますけど、この番号はあまり関係のないようなやり方になっているようです。まあ、実際ライブラリーとリンクするときはですね、この番号がパラメーターの順番だったりしますので、まあ、それがすごく重要なんですけども、階層シートの場合はですね、そうではないようですね。まあ、それでは出来上がったものを保存します。確認のためにもう一度このヒエラルキーからオープンしてみましょうか。まあ、ちゃんと書けていますね。まあ、これでシンボルの作成はおしまいです。まあ、こちらのノットオアもそうですね。オア 5N3 ってなってますけども、同じようにこうやって元のオアゲートのシンボルから作ると簡単にできます。まあ、こちらはバッファーオープンコレクターですね。これも全く同じです。重要なのはやはりアトリビュートで、このようにディスクリプション以外はまっさらというふうな形で階層シートとなります。まあ、このようにしてですね、フロン類とセロン類が混ざったアンドゲート、オアゲートなどがありますと、ロジックを書くときにですね、有効か無効か、トゥルーかフォルスかというふうな考え方で、信号がハイなのかローなのかということではなくて、非常に論理的な考え方で配線ができるようになるわけです。